レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、ドゥア、アクアスエイト、木八。こんばんは。こんばんは。11月5日木曜日、今夜も那須塩原市疎水スクエアスタジオアクアスから生放送でお届けします。担当は私のこと、僕ですか、星です。星正人です。よろしくお願いします。担当は星さん、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 星さんは今日は担当しないでしょうか。はい、ということで、今日は、ダブルパーソナリティですか。ね、ダブルパーソナリティ、うん、ダブルパーソナリティ、ダブルゲスト、いいですよみたいな、望むところだ、望むところだ。なんだろう、何それ、もうあの敵ですか私みたいな。そういう感じでお届けしたいと思います。はい、小樽市会議員の星正人さんにいらっしゃっていただきました。はい、改めて星正人です。よろしくお願いします。パート1、はい、ということで、はい、小田原市市会議員星正人さん、ちょっと噛みました。マサトさんです。マサトさんはちょっと、ちょっと赤ちゃん言葉になりましたが、はい、もう3回目ぐらいですか、出演していただくのは。2回、あれ3回、それぐらいですね。ね、そうですよね。でなんか来られると、はい、ね、なんかの時期なのかななんてね思ったりもしますけれどもね。あれ前って選挙前でしたっけね。あれですよね。最初前か。うん。あと終わってからでしたね。あ、そうですよね。うん、ああ、その時はそうだったんですね。はいはいはい、うん。今から4年前。そうですね。およそ。ね、もう4年経っちゃったんですね。うん、そうですね。早いですね。早いですね。どうですか、4年間あの 市議会議員をやってこられて、どんな感じですか。はい、あの元々が僕は学童保育指導員をしていて、うん、その、まあ、現場で見えている子どもたちの状況や、あの働く保護者の環境を目の当たりにしてきて、その環境を良くしたいなって思いとかがあったわけなんですけど、うん、あのまあ、学童自体のことのいろいろ課題があって、あの国の法律があんまりちゃんと整ってなかったので、うん、各自治体やってることがバラバラだと。で、まあ、市の考え方一つによってそこの学童の、子どもたちの環境も変えられるんじゃないかなと思って、うん、まあ、やってきたわけですけど、うん、あまり他の人は突っ込んで質問をしなかった分野を やるとですね、市の職員さんがその質問あの質問に対してやっぱり答えなくちゃいけないので、うん、前の状況だったり、うん、その法律だったり詳しく勉強してくれたり制度を学んでくれて、うん、こういったものを使えるんじゃないかとかを逆に提案してくれたりするんですね。うん、でこっちがその市のここ弱いんじゃないかと思うのをどんどん取り上げて、うん、こうしたらいいんじゃないかって提案をすることで、うん、その市のその部分が強化されていくっていうことはすごく肌で感じてきた4年間でしたね。うん、なんで、まあ、自分が絶対正しいガーンっていう感じよりもやっぱり職員さん、うん、僕一人よりも職員さんとか大勢動いてくれた方が、うん、なんですか、いろんなところが整ってくるんですよね。うん、なんでそこは連携をしながらというか、うん、まあ、やっていけたらいいなというふうに思っているところです。うん、はい、まあね、その市の職員さん言ってみれば、まあ、プロの行政マンということですもんね。うん、そうですね。うん、だからやっぱりその専門的なこと、知識もスキルも、うんうん、あるので、そういうものを、うん、そういう方たちに協力してもらったりとか。そうですね。うん、まあ、専門性で言えば現場の方があるんですよ。うん、そのまあ、本当にどうしたらいいんだっていうのは現場に見えてるわけですけど、うん、その現場で見えてることが上に伝わってなかったりとか、うん、
なんですか、そのある制度ですね、制度ってかなりあるので、うん、その使われてない補助金とか使われてない制度っていうものが世の中にいっぱいあって、うん、それを担当の職員さんも知らないケースとかがあるんですね、うん、でそういうものを見つけてきてこういうのを使うとよくできますよっていう話を、うん、あの提案したりするっていうことも、うん、まあ、議員の仕事の一つかな、うん、はい、宝探しみたいね。そうですね、なのでいろんな勉強会行くとその分野に詳しい勉強会、うん、行けばそこのこういったものを、うん、国の方ではこういうのを準備して使ってほしいんだけど、うん、なかなか自治体が使ってくれないみたいなものとかもあるんですね、うん、でもそういうのをうまく使えると、まあ、いいですねっていうことはありますね、うんうん、まあ、その今勉強会ってお話がね、はい、出たんですけど、はい、勉強会とか、うん、まあ、に参加するためにお金がかかったりとかする場合あるじゃないですか、はい、でまあ、そういうのをあの公費で賄ってくれるのは、うんうん、まあ、いわゆる政務調査費っていうんですか、はい、政務活動費に変わりました、法律が変わって。政務活動費、はい、政務調査費から政務活動費っていうあの名称に変わった、はい、そうです。あの太田嵐はその政務活動費っていうのはあるんですか、うん、がないんですね、ゼロ円なんですよ、うん、はいね、なんで昔はあった、昔はあった、でそれが、うん、特にはね、僕が入る前の期の時に、うんうん、途中であの細かく僕も正直調べてないのであまり分かってないんですけど、うん、まあ、あまり良くない使い方をした人がいたと。でそれで、あのみんな、まあ、その政務調査費をなくしてしまおうという合意形成が議会の中であったということで、まあ、今は1円も使えないと、ゼロ円ということになってますね、うん、悪い使われ方をした、だから悪い使われ方をさ、うん、あのできないような、システムを作るんじゃなくてやめようとそうですね、そういう風になってしまった、うん、で、星さんは、4年間議員をやってきて、その政務活動費がないっていうことに対してはどんな風に感じたりしています？まあ、そうですね、その全部その報酬からの持ち出しになるんですよね、活動費が、うん、まあ、本を買ったり、うん、研修に行ったり、うん、まあ、視察に行ったり、うん、っていうところが、うん、まあ、持ち出しからになるっていうのは、まあ、正直大変は大変ですね。で、うん、なんだ、勉強しない方が得になる仕組みになっちゃってるじゃないですか。そういうことですよね、うん、だそれがまあ良くないかなと思います、うんうん、あと政務調査費をちゃんとつけて、活動費をつけて、うん、その領収書を全部公開するっていう風にすれば、うん、どの議員さんが何を勉強してるかっていうのは、うん、市民の人に分かる。その通りですよね。あの、うん、僕今正直議会の中にいて、うん、どの人がどんなことを考えてるか分かんない人がいるんです、うん、質問する人は分かりますよ、こういったことをやってくださいとか、うん、こういうことすべきですっていう風に主張するんで分かるんですけど、うん、分かんない人は何を主張したくて議員になってどういうことをやろうとしてるのかとか、うん、伝えようとしてるのか、うん、どういう思いがあるのかっていうのを中にいて分かんないってことがあるんですね。それはちょっと悲しいんですけど、うん、その方ももしかしたら水面下で動いて市政のために何か良くなることをしてるかもしれない、分かんないです。いや、かもじゃ困るよね僕には分からないだけで、うん、分かる人には分かってるから当選するんだろうと思いますよ、うんうん、でも、僕には分からなくて、でもそれは、うん、例えば調査費が出て、うん、その領収書が全部公開になってホームページに上がるっていう、うん、それはその人がどんなことを熱心に研究されてるかとか、その人のおかげでどんなことが良くなってるのかってことを、まあ、分かるようになるのかなと、うん、ね、例えば国のことでも、はい、会社のことでも個人のことでも、うん、お金の流れを追うとその人の行動とか結構分かるんですよ、うんうん、だから、うん、どんな風にお金を使ってるかっていうことによってどんな本を読んでたりどんな勉強会出てたりとかっていう、うん、そこからあ、この人はこういうことを勉強して掘り下げているんだなとかっていうのが分かるっていう、うんうん、いうのが、そうですね、星さんのご意見ですね、はい、うん、まあ、あと認定基本的に副業でやるものとして制度設計がなされているところがあって、なるほどね、なんで兼業していいんですよね、いいんですよね、準公務員ですからね、公務員の場合だと特別職公務員って言い方はするんですけど、うん、そうなんですね、そうですね、公務員みたいな形、うん、なので、公務員の場合は兼業はしてはいけないけれども、ね、特別職なので、はい、兼業、兼業ということは、うん、市会議員をやりながら、はい、焼き芋屋さんもやっていいとか、うん、なんで焼き芋もうそこは稲見さんらしさが出てますね、どうしてですか焼き芋ですね、焼き芋ですか、うん、秋だから、うん、うん、ね、
なんですか、で、はい、そういうことですよね。そうです、そうです。で、はい、星さんは兼業してるんですか、うん、学童保育の指導員はパートでやってます、うん、でもやっぱりフルタイムでその時間ずっといなきゃいけないっていうことだときついんですよね。どうしても、うん、開けなきゃいけない日とか、うん、まあ、式典に参加するとか、うん、研修で3日間開けちゃうとか、うん、そういうと、まあ、学童とかだとそこをうまくフォローしてくれる人をずっと探し続けることになるので、うん、まあ、なかなかそれは厳しいと、うん、はい、なのでパートでやらせてもらってます、うん、なので今まではずっとその子どもたちを受け入れて、うん、ずっとその生活を日常的に支えるっていう側だったんですけど、うん、パートだとちょっと学童の中でも役割が違って、うん、まあ、なんか久々に行ってその今できてる集団とか関係性をかき混ぜる役割みたいな、うんうん、いろんな本当に普段やらない遊びとか提供して、うん、その関係性を一旦崩したり、うん、連携違うところとつなげたりっていうような役割を担うようなポジションになってると自分では思ってます、うん、はい、うん、そうですか、うんうん、まあだからパートとかだったら兼業もできるっていうことですかね、うん、まあ、さっき言ったようにね、そのきつい部分もあるけれどもっていう、はい、そうですね、多くの人が、うん、自営業か農業なので、うん、まあ、その時期をね、その忙しい時期をうまく、うん、なんていうか、うん、ごまかすというか、うん、ね、誰か手伝ってもらったりとか、うん、そうやってやりくりを多分されてるんだと思う、うん、やっぱりでも田植えとか稲刈りの時期っていうのは議会の会議とかは実はあんまり開かれなくなってたりするんですよね、うん、まあその小田原市っていうね、その田園都市というかね、うん、そのね、農業が盛んなところの、うん、市議会っていう、まあそこはそういったところを、踏まえてやってるのかなっていう気もするのでね、うん、そうですね、うん、まあ、基本的にみんな会議とかだと委員会のメンバーの予定を合わせてこの日に開催しようっていうふうにするんですね、うん、でまあ、基本的に議会の優先だから議会の方で、うん、来てねっていう前提ではあるんですけど、うん、まあ、議会と委員会、今のは委員会とかの話ですね、うん、だけど会議は基本的にそうですね、予定も調整してくれます、うん、そのね、その歳費のこと、まあ、報酬ね、受け取る報酬のことで、伺ったのではね、那須塩原市なんかは逆に上げようと、はいはい、うん、で、政務活動費もありますよね、那須塩原市は、うん、っていうことは今のお話から考えるとですよ、より議員に専念してくださいよっていうことにも、うん、そうですね、その方向に、ね、その方向に舵を切っていると、那須塩原市はそうですよね、はい、うん、そのことについてはどうお考えですか、そういうふうにした方が、大田原市もこれからそういうふうにしていった方がいいか、今のように兼業のスタイルでいった方がいいかっていうのはどんなふうに考えてます、うんうん、まあどうなんでしょうね、そこは僕もなんか明確にこっちの方がいいっていう、ほど強い答えはないですけど、うん、でも、もっとちゃんと調査研究とかして、うん、頭いい人が議会の中でよくしてくれたら、僕よりすげえ人が出てきてくれたら、僕その人に任せやいやって思ってるところがあるんですよ。いや、本当に何ですか、その26個しか席がないわけ で、うん、でそまあ、市長とかだったら一つの席しかないわけですよ、うん、でそこの人がどんな人がなった方がいい街になるかっていう話、うん、ですよね、で、うん、僕より優秀で僕が思ってることよりも、うん、そのことを的確に代弁してくれる人とかがいたら別にその人がなった方がよくて、うんうん、僕はしたらまだいろいろ何ですか、現場に課題とかある場所いっぱいあるので、うん、そっちの方に行きたいなっていう思いはありますね、うんうん、はい、そうですか、うん、今ね席が26っていう話が出たので、はい、ちょっとね、はいはい、議席の話なんかも聞いてみたいと思うんですけど、はい、まあ、今全国的というか、まあね、議会の中ではその議席数を減らす方向にあると思うんですよ、うん、傾向として、はいはい、でそのことについては星さんはどういうふうにお考えですか。この間も下月新聞の、ね、アンケートで、うん、答えたんですけど、僕は定数は減らすべきだと思ってるんですけど、うん、はい、今26で、はい、その何人が適切っていうことが答えがないんですよ、うん、実は、うん、で法律では何人以上にしちゃいけないって上限が決まってて、うん、でもそれはもっとかなり上の数になって、うん、今の状況とは全然かけ離れてるんですね、うんうん、そうすると人口比か面積比かみたいな話になってくると思うんですよ、うん、
で広いエリアがあるから、うん、このエリアにそれぞれ一人ずつぐらいいないと、うん、市全体のこと見れないんじゃないのっていうような話があったり、あとは人口3000人に1人とか、うん、1万人に1人とか、うん、どれぐらいに1人いたら市民の声っていうのが行政に届くの、うん、まあ、それでその人たちが決めることに納得できるのっていうことを、うん、市民が決めなきゃいけないというところだと思うんですよね、うん、でそこの、議席をど数をどうするかってことを、うん、まあ議会定数と検討委員会という委員会があって、1年半ぐらい前から検討してきたんですよ。でそこの時には、まあ、全部で26人いるうちの5人が削減、他の人は現状維持という形で、意見を出していたんで、21人が現状維持で5人が削減ということですね。はい、うん、なので今回は削減はしないという方向で話がまとまったんです。一応でも新聞の私もそのアンケートを見ましたし、まあ、実は私も答えていますが、はい、新聞の結果はそういう数字じゃなかったですよね。まあそうですね、うん、なのでまあその1年半前と今の間でまあ意見が変わってるっていうことなんでしょうね、うん、まあ、時期が1年半あるので、まあ、そこでの変化をどう捉えるかっていうのはね、うん、人それぞれだと思うんですけど、うん、前はその下げなくていいと言ってた人たちがどうして今回は下げるっていうふうに、うん、まあ、なったかっていうところが、まあ、多分今回もうまあ、来週からも新しい議員選挙の定数、うん、定数というのその立候補者数が少ないという話、うんうん、噂が飛び交っていてですね。そうですね、はい、説明会前、事前説明、選挙説明会の時には、はい、マイナス2ぐらいの話でしたもんね。そうですね、マイナス2っていう話だったので、うんうん、そうすると立候補者がいない、ね、足りなくなっちゃうっていう話、うん、ですから、うん、そのような状況で、うん、まあ、今もその立候補予定している人たちがまだ26人ちょうどだと、うん、そうしたら選挙にならないんですよ。ならないですね。選挙にならないっていうのは、うん、自分たちのなんですか、市がどういうふうになっていくかを決め、うん、チェックする機関とか提案する機関を、うん、誰が入っているべきかを投票できないってことなんですよね、うん、それはその市民が投票、自分たちの、うん、町を選べる権利を選ぶチャンスを一つミスミス逃してるっていうことにもなる、うん、でまあそれがまず一つあると思うんですよ、うん、あとはまあ立てる、なんですか、市議会議員に立てるっていう人がまあ非常にレアだと、うん、少ないということなんですよね、うんうんうん、でそれは多分僕は失うものがなかったというか、うん、ワーキングプアみたいなところから出てってるので、うんうん、もうやってやれっていう、ダメだったらダメで、うん、またやりたいことあるしと、うんうん、いうところで良かったんですけど、うん、これが、ね、最初養ってみたいなポジションで、うん、自分が仕事バリバリやってるところで、うん、市の方にとか行政に何か、うん、僕だったらこういう政治ができると思っても、うん、さ果たしてそっちに踏み込めるかと、うん、いう話があるんじゃないですかね、うん、で、またあとは大体60近くとか60以上の人が、うん、まあ、多いんですよ、うん、今回は70以上が6人っていう、うんうん、結構高齢者って言って失礼かな、まあ、年齢が上の人が多く出てる選挙になってますね、うんうん、まあ、星さん今現在31歳じゃないですか、はい、で私51ですけど、ここ31から51の間がすごい少ないですよね。そうですね、4人ぐらい、うん、しかいない、ね、そうですね、うんうんうん、まあ、本当はね、同じぐらいバランスでいろんな世代がいたらいいと思うんですけど、そうですね、ここ極端にやっぱり少ないと思いますよね、うん、そうですね、うん、年配の経験ももちろん必要だけども、うん、やっぱり社会の中心になって働いてる人たちの年齢層のところはやっぱり熱く欲しいなっていうふうには、うん、私もやっぱりそういうふうに思いますけど、まあ、人より今いないってことが問題ですよね。そう、で働いて子育て中のお母さんの質問とかですね、はい、まあ、あとはバリバリ本当に働いている企業の中で働いている人の声っていうのも、うん、僕らが本当に代弁できているかというと、うん、僕も自信がないんですよ、うんうんうん、でっていうところですかね、うん、ね、今のその議員の、伺うと、まあ、兼業でやられてるのは農業の方とか自営業の方とか、うんうんうん、星さんみたいにパートの方とかっていうことで、うんうん、バリバリにやってる人が議員に立候補すると会社は
やめなきゃなんないですもんね、うん、そうですね、うん、やっぱそこはリスキーで、リスキーですね、うん、すごくその優秀な姿勢に必要な人でも、うん、やっぱそのね、あの立候補して必ず選挙になったら当選できるかどうかわからない、うん、会社を辞めちゃいました、選挙を落選しました、失業しましたになっちゃうわけですよね、うん、やっぱそこら辺をどうにか何かね、うまくできる方法みたいのはないのかなっていうふうには ね、うん、ね、難しいですけどね、うん、まあその先がどうなるかわからない仕事で、うんうん、4年ごとに就職活動じゃないですけど、うん、その先の進路を自分で考えなきゃいけないし、うん、ずっと市議会議員に自分が居続けることがいいのかなってわからないですし、うんうん、なのでその度に僕は何期かやった後にその後の人生どうするんだろうってなったら僕だってわかんないですからね、まだ。そうですね、うん、それと先ほどね、子育て中の、はい、あのお母さんね、まあ、世代がその、うんうん、まあ、世代というか年齢的にもそうだけど、それをやってるあの人がほとんどいないっていうのがあって、で、まあ、女性が少ないですよね。そうですね、女性が少ない、少ないです。で、やっぱりその女性目線で見るとやっぱり子育てとか、うん、そういうことを姿勢に、で訴えて、あの対策をしてもらいたいとか、うん、あの施策をしてもらいたいこととかを訴えていきたい、うん、でも実際選挙活動したりとか、うん、議員になったりとかして他にも仕事をやったりとかすると、うん、自分の子供が一番おろそかになっちゃうんですよ、うんうん、そこはすごい感じてて、だからやっぱりそういうジレンマでね、あの姿勢にいろんなことを訴えたい女性、あの姿勢にあのをやっていきたい女性たくさんいると思うんですね、実は、うん、だけどなかなか仕事、家庭、そして議員、この3本立て の、うん、あの両立というかが難しいっていうのがあって、うん、なんかあのこのシステム自体がそろそろもう時代に合ってきてないのかなっていう気は私もしてますね、あの根本的に、うん、でじゃあどうしたらいいのかっていう具体策が今あるわけではないけれども、うんうん、あのやっぱり女性もそれなりに意見を持つ時代になってきて、昔みたいに、うん、もっと古い時代だったらもうほとんど男の人しかいない時代とか、選挙権が男性にしかない時代、うん、そうですよね、うん、とかだったら女性が議会で働くことに対して考えなくてもよかった気がするんですけど、うん、今はそうじゃないから、うんうん、まあ、今の仕組みを大きく変えなくても、うん、何もあのね、海外だとかだと普通に授乳とかしながら議会に出席したりしてるわけですよ、うん、それでいいじゃないですかっていう話だとも思うんですよ、うん、まあ、あのずっと、まあ、結構議場の中で座ってるだけというか座ってるだけなんで、別に抱っこしてあやしながらお話とか聞けないかっていうと別にそんなことないと思うし、まあまあね、いろんな方法を考えられるんじゃないですか。泣くけどね、赤ちゃん、うん、あやしたらいいですよ別に母子室でいいじゃないですか、母子室っていうんですか、あの、うん、授乳室じゃなくてなんかあの防音室みたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうところで議場を聞いてて、うん、発言の時だけボタンを押して窓ガラス越しに発言したらいいですよ、まあ、みたいなことだっていいと思うんですよ、まあ、だからそんなに、ね、あんまり、ね、うん、でもまあ現実にそれを議会に導入するってなるとかなりハードル高いよね、まあ、今の、うん、今の日本じゃってことでしょうね。そうだよね、うんうん、だからやっぱそこら辺をどうやって、うん、あのより参加できる方向に、うん、そうですね、うん、持っていけるかっていうのは、うん、あの一つ大きなテーマかなとは。そうですね、うん、あとその議会、さっき議員を減らすっていうのは別にそこにあのなんだ、議員にならなくても市政に参画できるっていうとか、うん、市議会に参画できるっていうのをどんどん増やしていけば、ね、うん、まあある意味議員は最終的に僕議員にあのやれる最終的な取り出って議決権だけだと思うんですよね。そうですね、調査とか権はないわけだからね。そうですね、うん、あの調査とかは別に市民だってやれるわけですし、うんうんうん、意見を言うこととかも、うん、あの陳情とか使えばやれるわけで、うん、まあ、あと今制度になってないさまざまな方法で委員会の中で市民が意見自由に言えたりとか、うん、そういうのを取り入れていくと最終的に残るのは議決、その市長が出してきたものに対して、うん、あの賛成反対っていうのとか、うん、あとは自分たちの市議会の議員が提案した案に対して賛成反対っていうのを議決する、それを誰に任せるかっていう取り手だけは選挙でちゃんと守るべきだっていう、他はどんどん開いていったらいいと思ってますね。僕は私はねちょっと思ってるのは、うん、今議員、まあ、当然一人なんですけど、はい、あのチーム星正人みたいにしたらいいのかなとも思ったりとかして、うんうん、そのなんていうの、あの議員じゃない人たちでチーム
と星さんでチームを作って、うん、そのやりたいテーマをその人たちみんなで調査をしたりとか。いやそうですよ本当はね。ね、うん、それいいよね。うん。うん、だからそれはあの例えばねチームっていう言い方はしてなくても、うん、実際あのそんな形になってる。ことが多いわけですよ、うん、その講演者の中でこの部分に悔しい人とっていうのが、うんうんうん、あの国の流れから地域の動きまでその視点で見ててくれるわけですよね、うん、で例えば現場にいても、うん、あの飲食店の方でいればその飲食店の視点からとか、うんうん、その高齢者福祉の現場にいればその視点からこの市を見てくれてる人がいて、うんうん、何か変化があったり、うん、あのこれおかしいんじゃないのってものがあったらくれると、うん、でその関係を、まあ、その講演者っていうので作ってるっていうような、うんでまあ、それをもっとその多分稲見さんがおっしゃってるのはもっとなんですか定期的に集まって議論をしたり、うんうん、もっとそのもっとチーム感を出してやっていくっていう意味なんでしょうけどね、うん、それとやっぱりお金が必要なので、うん、そうやっぱり政務活動費っていうものを、うん、そういうところにあの使えるように、うん、そのチームの調査に使えたりとか、うん、っていうふうにすると、なるほど、うん、あのいいんじゃないかなって私は、うん、まあ思ったりしてますけど、うん、そうですね、うん、そういうことはあの議会の方にね提言していきたいですよね。うんうん、あのねあの変ないっぱい泣いちゃった野々村さんでしたっけ？ああいう人が出るとな あんな人は本当にもうごくごく一部であって、うん、ごくごく一部というかあの人だけかもしれないぐらいで他の議員さんはみんな真面目に一生懸命あのね。それこそあの調査したり勉強したりしてるのでね、うん、ああいう人を見てああじゃあああいう人あんな使い方するんだからなくしちゃえっていうのはちょっと違うのかなって。うん、うん、まああの議員って言葉が広くて、うん、その市議会議員国会議員県会議員みんな議員ってこと、うん、町議会議員さんもね、うんうん、全部議員って言葉になりますけど、うん、多分相当やってることが違うんですよね。うん、であのまあその国と地方はもう二元代表と内閣議員内閣制って制度自体も結構違うので、まあ、ちょっとそこ話すと長くなっちゃうんで、うん、省略しますけど、うん、違うんですよ結構その議員って。それを議員ってイメージだとテレビとかで放映されてる国会議員のイメージがやっぱり議員のイメージなんですよね、うん、なるほどね、はい、多くの人にとっては、うん、でなんでお金も持ってるし、うん、なんか悪いことしてんじゃねえのみたいな、うん、イメージなんじゃないですか、うん、というような気がしてます、うん、でも地方議員って本当にやってることってなんかフリージャーナリストみたいな感じというか、あのフリージャーナリストまあちょっと違うかな。でもそのなんフリーランスみたいな感じなんですよ。もう自由な時間の中で活動 して、うん、その市政の課題を拾い上げてくるっていう、うん、でそれを提言するっていうことですよね、うんうん、でどうしたらこの社会の関係を提言して、うん、そっちの方向に持っていけなければ、うん、まあ仕事としてはダメなのかなと。うんうんうん、国会議員とかもうちょっとなんか違いますよね、多分ね。まあ動かしてるお金も違いますし、うんうん、まあ政党政治っていうところがまずね、うん、違いますよね、うん、あの地方議会とはね、うん、まあ市議会って政党とかないですもんね。政党は一応あの入ってる人もいますね。あ、そっか、いるか、はい、でもそのほとんどが、まあ、小田原市の例で言えばほとんどが無所属の議員、うん、まあうん、例えばどこかの党に入っていっても無所属で出ると、うん、それは特定の地域から推薦を受けたりとかするときには、うん、あのどっかの政党っていうのを声を代表するというよりは地域の代表として出てくるとか、うん、まあえてその党派とかをつけないというようなことなんだと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう状況なので党派であんまりそのまとまってたりっていうのはしないですね、うん、はい、一応その公明党さんとか公明党さんで会派を組んでるとか、ね、うん、ありますけど、うん、はい、そうですね、うん、お子さん今日あるんでしたっけ？ないの？ないのね。あのいいですよ、どっかのタイミングで、うん、あの切れればそこから僕がパーソナリティになります、じゃあちょっとあの、ここで、ちょっと一回次のコーナーに、はい、レディオアクアス、テイクパート2、はい、ナスノガラピープルパート2 ということで始まりました。次は私がパーソナリティということで、あの、稲見紀子、立候補予定者
の方にインタビューをしていきたいと思うんですけど、はい、よろしいですか。はい、いいですか。いいですよ。何でもいいですか、聞いて。何でもはダメだよ。何でもダメ。何でもダメですよ。プライベートなこととか。プライベートなことは答えられることは答えられます。はい。はい、極力答えるようにはしますが、はい、はい、答えられないことは無理です。はい。はい、ちなみに政治活動、政治団体を作られたという話を聞いたんですけど。はい、印南実子と共に歩む会というのを、はいはい、作らせていただきまして、はい、私の政治姿勢というか、うん、に賛同していただける方、うん、応援していただける方、うん、を募集してます、はい、皆さん入ってくださいみたいな。あ、はい、それどうやったら入れるんですか。ホームページからも、できますよね。ホームページ担当者がホームページ担当ホームページからも、はい、入れますし、じゃあ印南実子で検索をかけて、ひらがなで印南実子って検索をかけてもらうと、はい、多分一番目に出てきますので、はいはい、そこで、はい、メールですか、なんかで入会フォーマットみたいなのが、はい、あります。あ、じゃあそこに入ると入会になると、はい、入会になると何がある、どういうことになるんですか。私と一緒に歩めます、はい、じゃあゆめさんと春のピクニックとかそういうやつに参加できるみたいな、ね、いや、そうじゃなくて、はい、大田原市を良くするためのに、はい、私と一緒に歩んでもらって、そうですね、私のブレーンじゃないですけど、どんどん私にいろんな意見を言ってもらって、こういうことを市に提言してほしいとか、はい、そういうことをそう、私のことをどんどん使います。あ、はい、プロマイドとかもらえないですか。プロマイドですか、はい、場合によっては生写真とかも差し上げる。ご希望がファンクラブみたいなやつ、ま、年に1回ファンライブとかあるんですか。ライブはないです。ないですか。ライブはないです。はい、飲み会あるかもしれない会費制で。そうなんです、はい、まあ、その政治団体作って、今その政治団体を広めるための活動をしてると思うんですけど、どうですか、はい、どうですか、はい、活動してみて。やっぱりね、女性が少ない、小樽市議会女性が少ないので、はいはい、女性の視点で、うん、市政に関わってほしいって言われることがまず多いですね、うん、はい、あとは年齢なんですが、うん、私今現在51歳なんですけど、はい、今回市議会議員に立候補予定をしている、うんうん、女性立候補者の中では一応一番年下なんです。うん、うん、で先ほどね話してたようなその年齢、うん、若い世代がいないということ、女性がいないということ、うんうん、で、まあ、子育て世代、一応中学生の、はい、ちょっと遅かったので、一番下のこのお子さんが、うん、今中学1年生の息子の子育て中でもあったりとか、はい、うん、あとはその兼業って言われてましたけど、うん、私も仕事は持ってるので、はい、まあ兼業っていうスタイルになると思います、うんうん、だからそういう仕事も持ってて子育てもしてて、それでなおかつその市政に、うん、関わってくれることに対する期待感みたいのは感じますね。うん、なるほど。そういうところをなんかその会って話して、うん、この会に協力くださいって話すわけですよね。うん、はい、でこれを持ってこれを。はい。じゃあ、はい、ちょっと紹介してください。はい、この三つ折りのリーフレットなんですけど、はい、まあ、こちらの方がその私が市政で、やりたいこととか書いてありまして、うん、に届けたいことね。そうですね。で、私のモットーと言いますか、うん、一番は、ここに書いてあるように小さな声を市政へっていうことを何事につけ、はい、このことを一番念頭に置いて活動していきたいと思ってます。うん、はい。まあ、小さな声というのはどういうのをイメージ、どういう声をイメージしてる。弱い立場に立たされている方の悩みとか思いとか困っていることとか、こうしてほしい、でもなかなかその声を上げられない人とかもいると思うんですね。だからそういう人の声をあえて何ですかね、聞きに行きたいというか、私に話してほしいと思ってます。私に、うん、伝えてください、伝えてくださいということですね、うん、でそのことを私がその姿勢へ、提言ですね、
訴えたりとか、もしくはその方にあのアドバイスできて解決できることもあるわけですよ、姿勢でやらなくても。そうですね、うん、だからそういうことは一緒に考えて、あの今より良くなるためにとか、その悩みを解決するためにこういうふうにした方がいいんじゃないのかとか、じゃあ私がお手伝いできることはこういうことですよとかっていうような形で、あの丁寧にあのお一人お一人と話していきたいなって思ってます。あ、じゃあなんか悩み相談してくれみたいな感じですか。まあそうですねまあそれでいいと思うんです。うん、うんうん、でそれで姿勢が解決できることなのか、まあ、あとはあの稲見さんの協力で解決できることなのか、うん、誰かその、ね、協力できる誰かを、ね、そうですね、紹介したり、うん、でそのもしかしたらね、誰かの力によってその課題がポンと解決してしまうかもしれないですもんね、うんうん、まあ、コーディネーターみたいな役割もそうですね、はい、そうですね、うんうん、まあプラットフォームみたいなね、姿勢と市民をつなぐプラットフォームみたいなところに、うん、はい、プラットフォーム、星さんに言われる前に言おうかなと思って、うん、プラットフォームみたいな、うん、まあ、はい、駅で言えばハブみたいなのになれたらいいかなとは思ってます、うんうん、そうですね、ただその言うだけだったら、うん、あの結構制度はあるなくはないんですよね、うん、陳情したり、うん、あの直接窓口に言いに行ったりということで変わる部分もなくはないので、うん、まあ、それを、うん、まあ、あのより何ていうか一般化というかね、うん、その多くの声を聞いて、うん、これをこうした方が良くなるっていう提言とかを、うん、なんですか、その組み立てていくっていうことですよね、うん、もう必要ですし、やることになっていくと思うんですけどね、うん、例えばね、うん、そのそういうことがやっぱりできない人もいるわけですよ、うん、こういう、そうですよね、うん、こういう制度ありますよって教えても、うん、いやちょっと自分はそんなことを、うん、あの言えませんとか、陳情とても無理無理とか、うん、そうですよね、あるし難しいです、難しい、あのはっきり言ってそんな簡単に陳情すればいいじゃないって言って、そんな簡単にはできないです。できないですね、うん、だからね、そういう陳情をもししたいときにはそのアドバイスも、うん、できるでしょうし、陳情という方法じゃない方法もできるし、で現実さ、陳情してもしそれが採択されたとしても、それからそのことが実行に移るまでって結構相当あの長いよね。まあそうですね、期間的にも、うんうん、あのちょっとね、陳情って言ったら、はい、議会で採択されました、はい、この陳情に対してこういうことを大田原市ではやりますよって約束したら、なんかね、次の月ぐらいからやってくれるのかなと思ったら、まず予算が必要なことは予算がつかないとできないしね、まあ、うん、だからそんなに1年ぐらいで始まったら早いぐらいじゃないですか、むしろ予算がつくっていうことは、まあ、あんまり例がないので、うん、ちょっとね、その陳情からその予算がついていくみたいなことっていうのはあんまり、うん、まあ、ない、そもそもがないっていうか、そんなに、ほら隣町だけどエレベーターのとこありましたよね、うん、あれだってもう何年も前に陳情して、うんうん、あの那須塩原市に、はい、障害者用のエレベーターですか、あれは、まあ、というのはあの普通のエレベーター、那須塩原駅の大田原市側に、うん、まあ階段、長い階段しかないんですよね、うん、で、まあ、そこにエレベーターを設置してくれと、うん、まあ、それは高齢者の人ももちろん、うん、あの、うん、その階段上がるのきついですし、うん、車椅子の方はもう到底上がれないですし、うん、っていうような意味ですよね、なんで誰でも使えると思います、うん、あと、ね、たくさん荷物を持ってどっか旅行出かける人とかね、うん、キャリーバッグとかもね、うん、あるわけですから、例えば妊婦さんだってね、うん、重い荷物持って ね、うん、階段上がるのだとね、あの、うん、大変ですからね、大変ですからね、でそれをつけてくださいっていう陳情をして採択されたんですよね、うん、相当前ですよね、もう2年以上経ってますよね、まあ、そうですし、あの、あれは僕も一般質問の中でやってるので、うん、なかなかその、うん、それについてどこでどう予算を誰が出すかみたいなこととかの折衝をしたりとか、うんうんうん、まあ、そういうことが、ね、続いてっていうこと、うん、あとは JR さんのこともね、今度は関わってくる問題ですから、なかなかすぐにっていうのは動かないですよ、なんで、うん、今現在もまだ設置はされてないっていうことですよね、だからこっちの方向ではね、動いてるっていうことで、うんうん、だからやっぱそのね、そういった陳情みたいに対する一般の方が、うん、一般市民の方が描いてるイメージと現実にもやっぱりギャップはあるよね、うん、そうですね、うん、まあ、まず順番で言えばね、声を届けてもらうっていうのが、うん、あの第一で、その陳情とかはわざわざしなくても、うん、市の担当官の電話、うん、まあ、インターネットでも調べられますし、うん、市に直接行って窓口で行ってもらうっていう、まず行ってきあの言わないと、うん、そういう意見を持ってる人がいることを知らないっていうケースがあるので、うん、そうすると本当に何も動かないですからね、うん、そうですね、はい、うん、で
まあね、そう知ってもらえれば、うん、あの今はなくても新しい何かを、うん、あの制度が始まったりお金が使えるときにその人のことも配慮してやってくれたりするかもしれないしね、うんうん、まずは知らせるってことかね。そうですね。なので、はい、そういった声をあの届けることを、うん、あのメインにというか一番大切にやっていきたいなというふうには思ってます。はい、それが抱負という、はい、そうですね、そうですね、そうだから細かいあのことはたくさんありますけれども、はいはい、あの常にそこを意識して、はい、あの活動していきたいなというふうに思ってます。おお、なんか真面目な感じになってきました。いや、真面目、真面目じゃないですか。ちなみにこれがあの星さんのですよ、私のだけじゃなく、はい、そうですね、はい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 、星さんの場合は、なんていう回でしたっけ。星正人と明日を作る会っていうのが会ですね、はい、政治団体、政治団体ですね、はいはい、政治団体って言うとなんかすごい大行な感じがしますね。もうちょっとなんかいい言い方ないんですかね。政治団体が正式なんですか。うん、そうですね。はい、はい、あと何ですか、はい、聞きたいことは。聞きたいこととか、ちょっとふざけた方向に持ってっていいですか。いいですよ。ふざけた方向じゃないですけど、感想、僕が言うことってちょっと感想を聞きたいなと思うんですけど。あ、またそういう系か。誘導質問ってやつ。なんていうか、その政治に関わると人が急に何かしだすっていうのが結構面白いと思うんですよね。人がっていうことはどういうことですか。まあ、その候補予定者とかだと、うん、まあ、ちょっと、まあ、一つまず、まあ、候補予定者になると、うん、市長や知事と握手しちゃう。候補予定者になってから市長とか知事と握手したことはありません。まあ、稲見さんはないですよ、はい、分かってるんですけど。分かってるんですか。すごくその握手してる写真が市内にばらまかれるじゃないですか。例えばこういうのに載せる人もたくさんいますよね。そうそう、なんであんな市長とか知事と握手してんだろうって思うわけですよ、うん、とか、うん、であとね、候補予定者になってるとこの街が好きになっちゃう。うわー、うん、なってる。大好きな大スターです。なってるでしょ。みたいな。そういう、そう、なんかね、これで別にね、他の人の聞くこと皮肉って言ってるわけじゃなくて、僕自身もなんか、そういうことがあるかなと思ってるんですよ。いい意味で？いい意味でというより、おかしいなと思ってるんですよ。おかしいってのは面白いなっていう意味の、おかしいなと思って。そりゃでもさ、普段ね、生活してて、うん、もう私おったら大好きで大好きで、気持ち悪いし、でしょ。そんなことは普通思わないよ。だから、思ってても、あまり気持ち悪いことをやっちゃうわけですよね。候補予定者になっちゃうとね。なんか、あれかな、もしかしたら痛いのかもね。うん。私たち、痛いのかもしれないって。うんうん、あとはね、見知らぬ人に挨拶しちゃう。しますね。しますよね。こういうのをね、お配りしてる時に知らない人が向こうから歩いてきたら、はい、こんにちはって挨拶しますね。しますよね。はい、します、うん、はい、普段全然配ってなかったらね、なかなか、ね、うん、向こうから学生さん歩いてきてもなかなか挨拶しないですよね、うん、でも配ってるから挨拶しないと逆に変だよね。まあ何やってんだこれ、怪しいじゃん。清廉潔白ですよと、うん、そう、私たち別に悪いこと何もしてませんって、うんうん、いうかことがこんにちはなのかな、はい、うん、あとね、ガッツポーズやファイティングポーズを取っちゃう。取ってません。よくなんかね、なんかこういうのとかさ、こういうのとかあるじゃないですか。こういうのもありました。なんでなんですかね。ね、なんか取っちゃうんですよね、力が入るから。内面のそのやる気を、うん、こう体現したいんじゃないですか、こういうふうに、うん、もうこんなにやる気ありますとか、うん、こんなに頑張りますとか、うん、じゃないですか。それが写真に表せない。あと健康アピールもあるんじゃないですか、やっぱり。健康だって政治家健康じゃないと、やっぱり健康不安があるとまずくないですか。なるほど、なるほど、うん、はい、うん、あとは頑張ろうってやっちゃう。ああ、まだやってないけどやるかもしれない、うん、あとね、ポストに詳しくなっちゃう。ポストはね、この間話したんですけど、こんなに世の中にはポストの種類があるのかっていうふうに思いました。で、私じゃない別な、私の父がポスティングをしてるときに、とうとう開けられなかったポストも
開けられなかったんですか。開けられなかったんだって。押しても引いても叩きはしませんが、人のポストですので開かなか、開かなかった。いや、本当に世の中にいろんなポストがあるんですよ。あります、はい、うん、ポストには詳しくなりますね、はい、あとポストが置いてあるであろうという場所もそうそうそう、想像をね、そう働かせて、そうで、会った時すごく嬉しくないですか、よっしゃみたいな、あ、やっぱりここで会ったじゃんポストみたいな。そうなんですよ。で、うん、本当に見つからない家ってどうしてんのかなと。いや、だから私はいろいろ考えますよ。ここのお宅はね、はい、あの、なんだろう、仙人のように、うん、社会との関わりを一切シャットアウトしてるのかなとか、隔絶、うん、覚醒みたいな、うんうん、いろいろ勝手に想像しながら、うん、はい、あのポスティングをしたりして、そうですそうです。一回家の後ろの壁にポストがついてたことがありましたね、うん、これ本当にいろいろあるんですよね。あと、もう一つ、うん、あの、犬に勝手に名前つけませんつけないですね。吠えられるでしょ。あの、僕は犬にお前もっと先に吠えろよって思う。あ、突然って。いや、もっとすごく近く行ってから吠えられるとビビるんですよ。もう最初からもっと吠えててくれとしたら警戒しながらこうやって入れるのに、うん、っていうのはありますね、うん、はい、ねえねえねえ、そんなに吠えないでよとかさ、うん、ねえねえで、あの、変な人じゃないからさとか言って、うん、吠えるのやめて尻尾振ってくれるとすごいやったと思う、うん。そのささやかな喜びをね。そうです。孤独な作業ですからね。そうですね、はい、もうそれぐらいかな。それぐらいですか、はい、それぐらいですね。はい、はい、まあなんか変わっちゃうんですね、人ってね。まあ、みんなそうなっちゃうんですね。みんななっちゃうんですけどね。面白いですね。面白いですね。そうですか。なるほどね、はい、はい、まあそれで今のを通して稲見さんも同じのことを考えてるのかどうなのかってところをね、したかったんですけどね。大好きになっちゃったんですか。なっちゃいました。大好きでしょ。もう書いてないです、大好き。じゃあ大嫌いなんですか。いや、僕あのね、大好きって言えないんですよ。なんか、なんで大好きが恥ずかしいんですか。恥ずかしいですよ。なんか母親に好きって言ってるみたいなことですよ、僕からすると。母親に好きっていうのは男の人たちは恥ずかしいんでしょうか、皆さん。いや、なんか、いや、感謝してるし、好きだけど、別に親に対して好きって言わないよね、みたいな感覚。まあ、どうでもいいんですけど、まあ、そんな感じです。まあ、私、大好きは全然恥ずかしくない。はいはい、で、まあ、それで、じゃあ、稲見さんの話に戻らせてもらっていいですか。はい、どうぞ。はい、で、それで、今、その、もう残り、あと、何日かで、まあ、選挙が始まるというようなところに来てるわけですね。3日ですね、はい、今までのその大変だったこととかちょっと聞きたいんですけど。大変だったこと、うん、大変って言ったら、というのはその、ね、さっき話してた中で、うん、その議員になるののハードルが高いって話がありましたよね、はい、でそこであのどんな風にして議員が議員になるのかみたいなこととか、その過程みたいなのが分からないはずなんですよ。分からない人が多いと思うんですよ、うん、で、なんかそこのなんかこんな大変なことあるんですよみたいなこととか、その政治団体立ち上げるね、まだなってるわけじゃないのでまだ分かんないですけど、うん、あのその立候補するまででもこんなに大変なんですよみたいなこととかっていうのがあったら、なんか面白いかな、知ってもらえたらいいかな。まず一人じゃ、うん、絶対できないっていうか、事務関係とか、うん、そういうのだけでも絶対一人ではできないなと、うん、あとやっぱりその経験者だとか現役の人だとか元職の方とか、うん、そういう人のアドバイスとか、うん、すごい 大事っていうか、うんうん、あの今ここが聞きたいんですとか今ここが知りたいんですっていうことにちゃんと具体的に答えてくれる人が周りにいてくれるっていうのはすごく、うん、まあ、その高いハードルを低くしてくれる、うん、で、うん、私が一番最初に思ったのは、はい、まずあの説明会っていうのがあるんですよね、うん、立候補をしたい人のが集まって説明を受けるっていうのがある時に入っていって、うん、まあ結構あそこ何十人ぐらいいました、100人ぐらいいました全部で結局は、うん、そうですね、各人2人か3人ですから70人、うんね、結構そこそこの人数いたのに、
まあ、私とあともう一人の立候補予定者の女性、あと星さんの奥さんもいましたけど、まあ、星さんの奥さんは付き添いなので、うん、っていうことを考えると、その100人の中で女性2人しかいなかったんです。その時に、ああ私はこんなにこれからその男の人の社会みたいな、男だけのところ、うん、ほとんど男の人のところで何かをしなきゃいけないのかなっていうふうなのはすごく思いました。うん、それはね、ずっと随所で感じてることです。うん、で、ため書きっていうのをもらったりするじゃないですか。はい、立候補すると、ため、私だったら印南のり子、必勝、必勝、うん、で、参議院議員誰々とか衆議院議員誰々とかっていうようなのをもらうんですよ。なで私もありがたいことに何枚かいただいてます。たくさんいただいてる人は飾りきれないぐらいきっといただいてます。で星さんのところには女性の方からも言ってるとは思うけど、私のところに来るの全部男性だから、やっぱりここそれを見てもどれだけその議会っていうのが圧倒的に男性が多いかっていうのをすでに感じてた1、2ヶ月かなっていうふうに思いますね。うん、でもだから始めたんでしょ。そうですね。だからそうですね。だからやっぱりこのため書きのところにもやっぱり女の人が普通にこう出てこないと不自然だよねって。なるほど。ため書き自体の存在がなんかちょっと。まあだからほら結局は議会そこはまた笑っちゃう。失礼ねあなた。もらっといて。必勝。うん、でもみんな必ず必勝なのね。うん、なんかそのさ、まあ、あれフォーマットがあれしかないのかな。戦のモチーフで語られるんですね。だって陣営って言いますよね。陣営とか出陣とかね。うんうん、それ自体がなんかあんまり好きじゃないな。そうですよね。だって戦で陣営だとしたら最終的にはどうするのって敵の大将の首取っていくんですよね。すごいですね。いやそうでしょ。候補予定者を一人減らせばみたいな話ですから。そう。みんなさん生きかねないから。いやなんか違うかなっていう気は私もする。なんで陣に例えるのかなっていう気は、うん、まあしますが、まあため書きだけに限らず、まあ、その男が多い女が多いっていうのは多分分野的にはあって、例えば保育士とかの世界って僕はいたわけですけど、僕以外は女の社会で僕も働いてきたわけですよ。で、まあ男の人がもっと入った方がバランスが良くなんじゃないかと思ってまして、でなんかその、ね、持ってる視点っていうところでいうと、まあ、いろんな視点が入って多様性があるっていうことが、まあ、重要な分野っていうのの一つで、まあ、特に市議会なんていうのもその最たるもの、議会とかですからね、いろんな人の声が組めて、いろんな視点のチェックが入ってっていうことがその市を良くしていくことにつながるわけですから、稲見さんは本当その稲見さんの、ね、持てる視点で、ね、活躍していただけるんじゃないかとね思ってますけどね。はい、はい、頑張ります。はい、これぐらいでいいですか。いいですよ。はい、はいはいはい、じゃあまた、じゃあこれで、何ですか、はい、ピーポー夏の原ピーポーパート2はおしまいです。レディオアクアス。じゃあちょっとね、難しい話が続いたので、はい、ここら辺で一曲いきます。はい、いきますか。歌いますか。歌いますか。じゃあちょっと準備を、はい、いきましょう。歌います。あ、こっち来い。そう、そっち。ちょっとじゃあ飛ばしていただいて。歌詞読み出しちゃって、今から歌う歌は、Song for 大田原という曲なんですね。で、この曲は、
あの大田原で先日ね行われたサウンドクロスなんかでもテーマソングって言っていいんですか？そうですよ。サウンドクロスのテーマソングにもなっててる歌です。で作詞作曲高野橋博英さんといってプチビラカフェプチビラージュのマスターが作った歌です。でまあ実は立候補したらね、私と星さんが立候補したらただいまのところは予定なんですけども、その時に、出陣式といって選挙の初日に行う出陣式があるんですね。その時に、私も星さんも歌おうと。僕わかんないですまだ。さっき歌うって言ってなかった？仮は、じゃあ多分歌います。は多分歌うね。私は歌います。はい、なのでちょっとその歌を、歌ってみたいなと思います。はい、はい、じゃあ聴いてください。サイソング4、歌うです。帰ってきてるわ、この街
街の空気をいっぱい吸い込んで、ドゥワドゥワ、僕らと一緒にこの歌歌ってみて、ドゥワドゥワ、何かが見えたらそのままジャンプして、またいつか歌ですね、これはね、ホットマスターがね。ね、ぴったりですよね。はい、ね、大田原の明るい未来の、うん、を決める、選挙の時にね。そうですか。選挙のテーマソングみたいになってる。選挙のテーマソングじゃないですね。大田原のテーマソングなので、やっぱほら、大田原の未来のためにね。うん。ぴったりだと思います。はい。皆さんもぜひ覚えてください。はい。はい。Radio Aquas那須野ヶ原ピープルパート3やった やってくれた、はい、はい、一応さんがあります。はい、はいはい、何を話しましょうか。3ですねそれぞれパートナーティー交換で1回ずつ ね話しましたけど、じゃあ私が今度は、はい、はい、じゃあ星さんの、じゃあ、こちらの話をちょっと聞かせていただこうかしら。おう、はい。はい、自慢の、リーフレットで、うん、どんなことをこれから、星さんは活動していきたいかっていうことがここに詰まってる、はい、今までしてきたこととこれからしていきたいことが詰まってるはずですよね。はい。うん、それをちょっと、まあ、はい、リスナーの方に。お伝えしていただきたいなと思います。はい、じゃあ僕が伝えたいメッセージを伝えさせてもらえばいいということですか。そうですね、はい、あれですね、僕は大田原の明日は僕たちの手でっていう、ここに、まあ、ちょっと見にくいと思うんですけど、テーマで活動してまして、僕がするだけじゃダメですよということを話したいと思うんですけど、うん、僕たちなんですよね。で、その、うん、銀河ってからも思ってることは、議員一人の力ってものすごく微力なんですよ。まあ、もちろんそのさっき言った議決権みたいなこととか、うん、議場で話したりする権限はあるんですけど、うん、
あのさっき言ったようにお金もないから自分が動ける範囲とか、うん、勉強できる時間っていうのが限られるし、うん、さらにその人といろんな人と会わなきゃいけなかったりも、うん、するし、うん、でその本当に調査にどれだけ時間かけられるんだとか、うん、そういったこともある中で、うん、やはりその自分と同じような視点だったり、うん、こういうふうに市を良くしたいんだっていうその人が実際にいてくれるから僕も活動できるっていうこともありますし、うんうん、あとなんです、大田原良くするだけ別に行政がやらなくてもいいことっていうのもいっぱいあるわけで、うんうん、その なんですか、自分たちでもうこの街良くしちゃえるよね、良くしていけるよねっていうマインドをみんなで一緒に作っていけたらなっていうふうには思ってるんですよ、うんうん、でさっき の, その政治家とかその政治に対してもなんかお金がなくて出られないみたいなこととかもハードルとして僕は一つあると思うんですけど、僕はその中にこうやってカンパを入れさせて、カンパのお願いをさせてもらって、うん、星松さんと明日を作るからカンパのお願いということで、これまだ募集してるんで、ぜひカンパくださる方いたらくださって構わない、くださって構わないってすごい失礼な言い方いただけるとありがたいんですけど、ぜひお願いしますと言いましょう、まあ、そうですね、ぜひお願いします、はい、そう、これリーフレットとかを作るのにもお金がかかって、その自分の考え方を知らせるのにもお金がかかるんですけど、まあ、それも全部結局自分で持ち出しみたいな風になっていくと、本当にいい考えを持ってる人がいるときに、うん、その人の考えを届けるっていう、うん、なんですか、うん、地域じゃなくなってやってるって状況じゃ良くないと思うんです。なんで僕はちょっと先陣を切ってカンパとかやって、うん、まあ、ある意味このカンパいい考えを持ってる人たちがいたらカンパをしてその人たちを送り出していこうみたいな風土を作っていきたいっていう思いもあってやってるんです。僕がお金ないのもあるんですけど、うん、はい、なんでそれを一緒にやっていきたいなと思うんです。で、まあ、中身のことについては、うん、今回は僕一番その言わせてもらってるのが、多様性と対話を、大切にして社会課題を解決する姿勢を目指すということを今回メインの活動方針に掲げさせてもらってるんですけど、これからの時代その人口が減少していくと、まず、まあ、そうですね、はい、これはもう大田原も含めて、まあ、日本全国そうですね、それはもう一定の時期まではそうなってしまうことがもう目に見えていると、確実に決まっていると、うんうん、で、それに伴って労働力人口が減っていくので、多分税収も下がっていくでしょうと、うん、でその高齢者は増えるので、うん、そこを支える、ね、人たちが少なくなるっていうことはもうある意味もう周知の事実じゃないですか。そうですね、はい、そうすると今までの行政サービスが維持できなくなる。そうですね、そうですよね、うん、そうするとそれをいろんなところを削っていかなきゃならなくなった時に、やはりさっき言ったような弱い人たちとか、うん、その数が少ない人たちの声っていうのが圧殺されちゃうような気はしてるんですね。そうですね、はい、でそれをそういうところから削られていくっていうのって、まあ、怖いなって思うのと同時に、うんうん、かといってどこか削っていかないといけないっていう時代なんですよね。昔はある程度その右肩上がりというか、うん、税収が上がっていくので、うん、大きい声の人の願いはいっぱい聞けて、うん、小さい人の声はちょっとだけ聞けて、うん、みたいなことで一応改善に向かってきたってことがいっぱいあると思うんですよ、うん、僕は。でもそれが本当にいい方向に向かっていくのかってことが疑わしい、うん、っていう時に、まあ、ある意味行政に頼ってるだけじゃダメで、もう自分たちでその担い手になるんだっていう意識もセットで作っていかないといけないと思ってるんですよ、うん、っていうのは僕一回の中に入って思っていることの一つに、その市にお金をつけてこういうことやってほしいって僕も最初思っていた、うんうん、でそれを一発質問でぶつけたりした、うん、だけど実際に市がお金を準備したところで、うん、その担い手がいないっていうケースがあるんですよ。そうね、そのマンパワーが足りないというか、そうマンパワーっていうか、そのノウハウを持った組織がない。例えば、うんね、子どもの貧困っていう僕結構そのテーマとなるような、はい、今そのよくようやくこれもなんていうんですか、スタンダードな言葉になったと思ってるんです。そうですね、で、うん、これ3年前に僕質問してるんですよね、はい、でその時にはやはりその新聞とかでも取り上げてなかったですし、うん、子どもの貧困の対抗とかも出て なかったというところもあって、でも学童の中とかではその学童の研究集会とかそういうところではその問題っていうのも前からずっと前からもっと言われてるわけです、うん、でその日本はその再配分が下手な国なんですよね。なる
国として、ね、その再配分しても子どもの貧困率が減らないっていう国なんですよ、うんうん、でまあ、普通はね多くの人が、うん、多くも所得を持ってる人から取って、うん、まあ、所得が少ない人とかに当ててそのバランスをちょっとこうやって是正すると、うん、でその元々は貧困の割合っていうのは、うん、その配分前はあのそんなに貧困の割合が多い国ではないと、うん、OECD諸国の中で、うん、でも配分した後に見ると、うん、その格差っていうのは、まあ、広がったまま、うん、例えばあまり是正されないという国だということがあって、まあ、これなんかはあのまあ国の再配分の仕組みとかから手を入れないと根本的にはどうにもならない問題、うん、そうですね、でさらに言うとそこをあのじゃあ 市とかその地方自治体で何かをしようというときにその貧困問題にどうアプローチするのかってことが、うん、極めて難しいんですよ。そうですね、うん、あのこういった人がこうすれば解決するっていうものっていう一つの答えっていうのは、うん、多分ないです、うん、で、そうですね、そのネットワークのように そこの貧困というところに落ちないように、うん、網を何重にもいろんな制度をうまく使ったり知らせたりして貼って、うん、その網から落ちないようにしていくっていう、うん、どっかに引っかかるっていう形で、うん、そのどっかで立ち直るチャンスとか、うん、あのいい方向に持っていけるっていうことができるといいなっていうふうに思うわけですけど、まあ、それをその貧困問題を解決 してくださいって行政に言って、うん、市が例えば市長がトップですからいろんなこと権限ありますよね、うん、がやりたいと仮に思ったとしますよね、うん、それでもじゃあ誰にどうお金使ったらその貧困解決するのっていう状況っていうのがあると、まあ、それは子ども貧困だけじゃなくて、うん、あの今まだあの最近の新しい話題として出てきている性の問題、性あの男性女性の性ですね、うん、その性が、うん、あのまあこれも本当にここなんか数年のうちに一気にブレイクスルーしたみたいな、うん、一般化したと思うんですけど、うん、その性のあり方が多様な性があるということ、ね、LGBT というのはレイ、うん、レイじゃないレズ、うん、バイセクシュアルとかビア、ね、ビアレズビアン、うん、そうですね、あと、性的マイノリティの人が結構なんていうの、LGBT、うん、バイセクシュアル、トランスジェンダー、うんうん、の人とかそういったものの抱えている課題とかもあるわけですよね、うんうん、でだけどそれに対してあの一つね、あの今同性パートナーシップみたい に、うん、あの制度の方から渋谷区でした渋谷で始まった、はい、あの一部の部分をあの解消していくっていうことはもちろんできるんですけど、うん、まあ、それ以前にもっと大きい根っこがあるわけじゃないですか、その社会の方に、うん、その、まあ、まず結婚っていうのが憲法で男女しかできないっていうね、あ、まあ うん、そこまで言っちゃえば本当にそういうふうに、うんうん、あの想定憲法でも想定されてなかった人たちだ、うん、ということですよね。男女の結婚っていうだけですよね、うん、男性同士女性同士っていうのは想定されてなかったですからね、うんうんうん、だけど人権の尊重でいけんじゃないかって話もありますけどね、まあ、そうですね、うん、はい、人権か、そうか、うん、でまあ、みたいな、国家追求権でもいけるか、そうみたいなところの、うん、みたいな新しいテーマについてはまだ取り組んでる人とかがいないっていうわけですか、うんうん、なんで、まあ、して記憶的に言うとお金をつけるか、うん、そうじゃないと自分で職員を使ってあのやらなきゃいけないんですよね、うんうん、そうするとすごくそこにリソースを使うっていうのは大変、今やらなきゃいけないことも職員さんもどんどん削減されてる中でですから、うんうんうん、なると、まあ、それ行政にやれっていうよりも市民運動とかでやった方が早いんじゃないのとか、やるべきなんじゃないのって問題も自分の中に見えてきちゃうんですよね、うん、部分的に。でそっちのむしろそっちの方を進めていきながら、うん、こういうふうな声があるから、うん、こうあのでみんなで勉強していく中で、うん、こういう制度があるといいっていうことが分かってきたから、うん、じゃあこれやってよみたいな、うん、ここに持っていけるといいなっていうか、うん、それをあの理念だけ持ってきちゃうと、まあ、僕もやりがちなんで、うん、あの自戒を込めてなんですけど、うん、その理念みたいなのだけをポンと持ってきちゃうと、うん、それにあのついていけない地域、うんうん、っていうものとの差だけが浮き彫りになっちゃうというか、うん、でそこを詰めていくっていうのはやはりその市民としても動かなきゃいけないし、うん、うん、あのその当事者の人たちが動いて積み重ねていく部分ももちろんあるでしょうし、うん、あの まあ、そういったことがじっくり動かしていかなきゃいけないっていうことが、ね、うん、あの思うんですよね。でそれがあの時々僕たちの手での部分というか、うんうん、まあ、言ってるだけじゃダメなんだなっていうのはかなり僕は実感してるところです、うん、
ね、子どもの貧困、はい、まあ、その統計でいくと6人に1人とかっていうことですか。そこにもっとフォーカス当てるんでしたら、その6人に1人っていう、うん、まあ、それは絶対的貧困っていう問題じゃないので、まあ、貧困には絶対的貧困と相対的貧困という2つの貧困があってですね、うんうん、絶対的っていうのは本当に衣食住がないっていうような状況を、まあ、絶対的貧困と言って、うん、貧困っていう言葉で思い浮かべるのって大体は、よくというか、写真とかで見せられてるとか映像で見てるからだと思うんですけど、まあ、アフリカの子供たちとか、うん、スラム街の子供たちみたいなイメージだと思うんです、うんうんうん、でも それって日本ではなかなか見られない。でも日本の問題は絶対的貧困じゃなくて相対的貧困といって、うん、その、所得が、まあ、平均所得の半分以下で暮らしている世帯を、まあ、相対的貧困というんですね、うん、相対的貧困というのはその国にいる人たちが本来ほとんど受けられているような恩恵とか人間関係とかそういったものに影響が出るぐらいお金の面で の、 その貧困っていう足りてない部分があると。例えば携帯電話を持てないってなったら友達が作れないみたいな関係性の貧困の方に発生していくとか、まあ、例えば塾に行けないとか、だからその勉強が遅れた時に取り戻すチャンスが少なくなるとか、まあ、まあそういったあとはいろんな経験とかをしにくくなるとかね、お金がかかってやるようなこと、まあ、まあそういったことになるので、なかなかそのパッと見は分からない人たちっていうのも多いですし、そのどう支援をしたらいいのかっていうのも各家庭すごくバラバラで、その本当に食べるものはないってわけじゃないから、食べ物とかを誰かからもらったりすることに対しても抵抗がある人もいますよね。もちろんプライドがあって、うん、まあ、生活保護であっさりも受けたくないっていう人もね、うん、結構貧困もう無理でしょっていうところまで受けない人もいるぐらいですから、うん、まあ、その他人に頼りたくないっていうプライドも持ってる、うん、まあ、そういったところも踏まえて支援をしていくっていう形になっていくと思うんですよ。で、子どもの貧困っていうのは子どもだけに貧困があるわけじゃなくて、やっぱりその世帯に貧困があるわけですから、うん、その家庭をどう支援していくかっていうことが重要になってくるということですね。でもその家庭支援という形が今徐々にその注目されていてというか、うん、それは何か一つの制度というよりはその家庭とつながりながら、うん、その必要な情報をうまいこと提供してあげたり、うん、その例えばあるいはお母さんが抱えているストレスみたいなものをその相談を受けたり、うん、話を聞いてあげたりすることで軽減を、まあ、ある意味されたり、あとは本当にある仕事とかのことでダメだったらそこを、まあ、他の場所に行ったりするっていうことね、斡旋みたいなことも含めてやったりっていう、まあ、その今のちょっと貧困支援と家庭支援とちょっと混ざってるところなんですけど、うん、まあ、そういったことを充実させていかないといけないなっていう、まあ、すごく感じてるところですね、貧困の問題でいうと。でやはりその今その絶対的貧困と違ってよりその相対的貧困の方が抱えてる課題が多分バラバラだと思うんですね、家庭家庭 でそれに寄り添うっていうのは、そのプロの仕事としてやっぱり専門性を持った人がやっていかなきゃいけないと思ってて、それは僕は保育士とか、まあ、あとは学童保育指導員みたいな、今度制度で学童、児童支援員っていう形に言葉が変わったんですね、うん、その子ども支援していくっていう、そこの中に家庭の支援ということも一緒に入っていたりするんですね。でそういったところが、まあ、国でも強化していく方向に行ってて、でさっき言ったようなその国の制度が使われないとかっていう話をずっと最初の方にしたと思うんですけど、それも国が学童の支援員を1人配置するのに280万ぐらいお金を出しますよと、うん、ということ、それを今の給与に上乗せして、うん、まあ、フルタイムの仕事としてやってもらっていいですよっていうようなことがあるんですけど、まだそれを使ってる市が少ないとかね、うん、まあ、そういうこともあって、こういうのをぜひ導入してくださいっていうような話とかをして、それが結びついていけば家庭支援をやれるような人が小田原に配置されていくと、うん、まあ、みたいなことになるといいなっていうところで、そこら辺はちょっと、まあ、さっき言ったその貧困に対する大きいくつもあるネットのうちの一つとして、うん、そういったものも、考えたいなと思ってますね。他人のことじゃないんですよね。
例えばあの今はそうじゃなくても、うん、働き手の人がちょっと病気になっただけで、うん、あっという間にその貧困なの状態に陥りそうな、うん、その予備軍っていう言い方が正しいかどうかわかんないけど、うん、そのボーダーラインにいる方って相当数いると、うん、まあ特に今の社会はそうですよね、うん、その雇用が不安定でなんかその正社員っていうところにしがみついてれば全然わけでもね、うん、ない時代ですしね、うん、そのしがみついてたところもちょっとしたことでそこから外れてしまうと、うね、もうあっという間にその貧困に陥りるような、うんうん、まあだからね、その社会全体っていうことを変えてはいけない、うん、なかなか変えるのはそれはできないけど、まあ、なんとかそこにならないような、うん、そのね、有効なその、そうですね、あの手段というか、うん、そういうのをやっていかないと、うんうん、あなんかなんだろう、ウゴのタケノコのようにわっとそういうのが出てきちゃいそうな、うん、そうですね、そういう嫌な予感は、うん、あの社会全体から感じません？うん、そうですね、あの、うん、多分マインドをその投資というかそれを何ですか、なんていうか、今の貧困支援とか、うん、そのまあ、それ障害者との福祉が全部なんかそうなってると思うんですけど、うん、どうしても施してあげるものみたいな形になってそうだ、ね、と思うんですよ、うん、でもそれをもう投資っていうマインドに変えていかなきゃいけないと思って、そうだね、人に投資だよね、そうですね、人に投資するっていうことですし、うんうん、まあ、言うならば、まあ、あの悪い言い方をすれば納税をしてくれる人をちゃんと納税してくれる人を増やすみたいなことだって、うん、まあ、あの考えなきゃいけないわけですよね。そうでね、あの今星さんが多分言ってることっていうのはその貧困に陥ってしまった子どものと学力の話なんだよね。これあの比例しちゃうのよね、学力の低下とその貧困っていうのが、うん、そうですね、ね、だからやっぱり大学の進学率と家庭のその家計、うんうん、所得とかが、まあ、明確な相関関係があるあるんだよね。だからそこに支援してあげれば本当はあのものすごく優秀だなに、なあの能力がある子もあの力を生かしきれる、そうですよね、うん、そうするとそういう人が大人になった時に素晴らしい仕事をしてたくさん所得を得てそのあのタクスペイヤー、あの税金を納める人に、うん、なってくれるっていう、うん、まあ、その人に投資ですよね、うんうん、でもやっぱその社会システムとしてもそれがちゃんと出来上がらないと豊かになるってことはそういうことでしょ、うん、あの豊かな層ができるっていうことはそういう人たちにそれを回せるっていうことが本当の豊かな社会であって、うん、うね、うん、あとはね、あの、まあ、そう言っててそれは確かになくしたいんですけど、僕はあとね、座右銘ここに書いてるんですけど、ボロが来てても心は錦っていうのは座右銘なんですよ、うん、まあ、なんて、あの貧しいけど楽しい我が家みたいなことってあるじゃないですか、うんうん、みたいな、その何ですかね、楽しむっていうことって何でも結構できると思ってるというか、うん、あのそれはあのだから制度がその貧しさを容認していいとは思ってないですよ、うん、だけどもうそれが今の現状として、うん、今この場で変えようがない、それは長い時間をかけてゆっくり変えていくにしろ、今は、まあ、でもこんな状況だけど楽しめるんじゃないのっていうとことか、その楽しもうよっていうマインド自体をなんか忘れたくないなというか、まあ、単純に広場に集まれば何かやれるし、声出して歌ったりできるわけだし、遊びだっていっぱいあって、まあ、もしかするとそういう部分の あれがなくなってきてるというか、そのお金がないと遊べないみたいになってきちゃってるんじゃないかなみたいなところは僕ちょっと感じるんですよ。まあ実際そうじゃないかな、今の遊びってお金がかかる、うん、なんかそのディズニーランド行かなきゃダメみたいなことってないと思うとは思ってるんですよね、うん、でなんかそのディズニーランドに行くことをスタンダードみたいにする社会っていうのは僕はあんまり好きじゃなくて、うん、むしろディズニーランドなんか行かなくても図書館こんなに本あるんだし、うん、すごいその内的に楽しい世界を作れんじゃんっていう、うん、その本の読み方を知ってればいくらでも無限の楽しさをそこに見出したりできるし、うん、ギター一本弾き方を持ってれば、うん、まあ、ちょっとお金をね貯めて1万円ぐらいしちゃうかもしれないけど、うん、それでもう延々遊べるわけですよ、うん、で、ね、今のあとはね、携帯とかだって1個持ってればさまざまな情報が得られて、うん、これだけで多分一生読んでも読み切られない分のテキストとかそういったものが入手できるわけで、うん、そういったのを有効に使えればなんか無限の可能性っていうのは昔より広がってるのかなみたいな、うん、その何ですか、知の方
ちの方はもっと共有化されてきてる社会だと思うので、なんでそれとかですね、あとはまあ文化という面、人が集まれば、例えばトランプだって、まあ麻雀だっていいですけど、何の別にお金かけなくても延々遊んでられると、僕麻雀やんないんですけどね、みたいなことっていうのはあると思うので、そこのマインドは忘れずに、あのそういうたの、まあ、今を楽しみながら、その世の中をちょっとでもいい方向にも、なんかこういう方がいいよねっていう話をして持っていけたらいいなというふうに思ってますね。なんでそれを全部その議会の中で解決しようとは思ってないですし、議会の中でやれることもまだまだあると思ってますし、行政がやることもまだまだあると思ってますけど、まあ、それと一緒に、なんですか、地域からというか、まあ、根っこ土に目指してみたいな感じで、楽しいこといっぱいやっていきたいなって、それをね、牽引する人を育てないとっていうか、育つ土壌じゃないとやっぱダメで、そういう人がいっぱいあっちこっち、大田原のね、あっちこっちにいっぱいいて、そういうことを牽引してくれる、そうですね、まずはそこかなっていうね、感じはありますよね。だからその学童支援いいんでしたっけ、支援さんでしたっけ、はい、じゃなくて、町の中にそういう遊びを教えてくれるような人がいたりとか、そういうのが普通にあのいてくれると、多分すごく楽しいのかな、子どもたちがすごく楽しく過ごせるようになるのかなっていう気はね、しますね。僕の、あのライフワークは遊びの復権ということと、居場所作りっていうことなので、なんでその遊びってものがなんか世の中をもっともっと明るくできると思ってるんですよね。明るくできるし、遊びの中で学ぶこといっぱいあるよ。そうなんです、そこなんですけどね、そこも、でそれはまあライフワークとして、でまあその議員でもやれることというか、議員という仕事の中でやれることもいっぱい見えてますし、議員を通じて知り合った人たちの力を使ってやれることもありますね。私はちょっと今思っちゃった、なんでボロは着てても心は意識が自由の目、私も対抗しようかな、人生楽やや苦もあるさとかさ、対抗してるんですかそれ、対抗しようかな座右の目、いやいや、なんか言えたそうですね、何か、僕はあのその学童でも、その自分でなんかマグカップ作ったんですよ、その時に座右の目を書いてると、子供、それであのお茶とかね、おやつの時とかに飲み物飲んでたりすると、それを聞いてくるわけですよ、でボールは来てても心はまで読めても意識が読めなくて、意識って何っていう話をするから、意識ってのはピカピカの着物のことで、着物布のことで、ボロい服着てても心はピカピカでいいよねってことなんだよって話をして、まあ、あの僕がそんな感じ服とか本当興味がなくて、ちょっと意味は違うんですけどね、ボロの意味は、それしか着れないっていうよりは本当に興味がなくて、どうでもいいんですよ服とか、でなんで、なんかね、どうしても、心を磨いていこうぜみたいな感じになっちゃったね。でも、ね、なんだろう、外見は重要らしいですね。いや、重要とかじゃないけど、心が認識の人は、外見もそれほどボロではないか、確率の方が高いかなとは思っちゃったりはしますが、はい、例え話ってなのでね、そうですね、それぐらいの気持ちでっていうことですよね。はい、そうです。なので、まあ、さっきまと、さっきの僕が言いたいことをまとめるとですね、大田原の明日は僕たちの手という、自分たちでやるんですよと、それで、まあ、行政でやれることは行政に任せて、自分たちでやれることは自分たちでやれることをもっと増やしていかないとやばいよこの先っていう話を言いたいんで、でなんでみんな思ってることを言って、連携できること連携して楽しみながら、ちょっとずつ住みやすい場所を作っていきましょうっていう話です。これが僕のメッセージ、というのがここへいっぱい詰まってます、はい、ということでした。まだまだね、足りないんでね、分野についてはもっと幅広げて頑張っていきますんで、じゃあ、もうちょっと分かりやすい終わりとはいえ、いや、ですね、イベントは何か言わなくていいんですか、今日イベントとかは。とはない。あれ？ん？7日。ああ、サーブ祭か。11月の7日、8日の土日で大田原市では産業文化祭が開かれます。その中で、ふれあい音楽祭という、音楽のイベントが、あそこは三原公園の相撲場
ですかね、今年も多分そうだと思うんですけど、うん、そこでやります、私も出演しますし、秀岡さん、加藤さん、ココブルーさんにね、あと他にも、アーティストさんが、何組も出演して賑やかにお祭りを音楽で彩るというような感じになると思いますので、ぜひ遊びにいらしてください。その日同じ日にあれですよね、産業文化祭も7、8って行われるんですよね、産業文化祭。そうです、言いました産業文化祭の中でって、あ、中でね、あと、ちょっと全然関係ないですけど、あのちょっとこれおすすめなんですけど、はい、全国竹芸展っていうのが やるんですよ、大田原で。竹って竹ですか？竹で、大田原は2人竹工芸 の国宝がいるんですね。人間国宝さん、はい。でその竹芸展は、はい、その日本全国からというか、うん、まあ本当に遠くからも、うん、その出展をして、うん、竹芸をの作品が並べられるんですけど、うん、それ結構本当にすごいんですよ、うん、その竹を編み込んで、うん、なんか幾何学模様みたいなのがね、ダーッとできてて、うん、うわこんなよく細かく編めんなみたいなのとかもありますし、それあの楽しいんで、ぜひ三分祭と同じ日程で、うん、今年はどこなんだろう、会場ちょっと確認してないんですけど、うん、もう 去年は、伝承館、留置伝承館の方でした、うん、はいはいはい、まあ、今年どっかでやるので、それよかったらぜひ見に行ってみてください、面白いですよ。それじゃ あのちょっとググってみてくださいね、どこでやるかね、はい、はい、あとは特にはないですか？ないですね、はい、はい、それではですね、大田原市会議員選挙を前に、はい、本日のゲストさんは、現職の市会議員である星正人さんにいらっしゃ来ていただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。